皆さんこんにちは。この動画シリーズはビデオブロックブラッガーの基本操作チュトリアルです。特に詳しく知りたい項目があれば YouTube の公式チャンネルビデオブロックブラッガー日本公式からより詳しく説明したチュトリアルをチェックしてください。今回の動画ではオーディオをタイムラインに追加配置する方法についてご紹介します。ビデオブロックブラッガーを起動して新規プロジェクト十字のアイコンをクリックすることでオーディオファイルをメディアライブラリーに読み込みます。メディアライブラリーに読み込んだ音声素材を直接ドラッグ&ドロップでタイムラインのメインオーディオトラックに追加することができます。オーディオクリップをドラッグ&ドロップで移動することができます。ビデオブロックブラッガーではデフォルトでタイムライン上のトラックは動画トラック、オーバーレイトラック、オーディオトラックが一つだけになっています。だからタイムラインにたくさんの音声素材を配置するとトラックが足りなくなる場合があります。こういう時新オーディオトラックを増やす必要があります。やり方は下記の通りです。追加の方法1はタイムラインのヘッダーにあるオーディオトラックを選択した状態で左下にある小さな十字アイコンをクリックすることで新たなオーディオトラックを追加できます。追加の方法に下部にある大きな十字アイコンをクリックして新オーディオトラックをすることで新たなオーディオトラックを追加できます。メディアライブラリーに読み込んだ音声素材をタイムラインの新オーディオトラックに追加配置することができます。メディアライブラリーに読み込んだ動画素材をドラッグ&ドロップで動画トラックに追加することができます。動画クリップを右クリックしてオーディオ分離を選択すると音声が動画トラックからオーディオトラックに移動します。ご不明な点がございましたらいつでもビデオブロックブラッガー日本公式チャンネルにお問い合わせください。